こんばんは、ひづきチャンネルへようこそということでね、えー、今日はちょっと喋りたいと思うんですけども、えー、もうね、えー、ニュースが駆け巡って、えー、この動画があるときにはもうだいぶ先になってると思うんですけども、えー、またも不法が入りましたね。えー、大ショックです、えー。爆竹の桜井淳さんが亡くなったということで、しかもライブしてる途中にね、倒れて、そのまま病院に搬送されて、 そのまま彼、えー、らの人となってしまったと、えー、いうことなんですけれどもいやー衝撃でした本当に、えー、最初はねあのー、体調不良というところだけしかね発表されてなかったんですけど、えー、実はもうそのままお亡くなりになってたっていうのがね、えー、それも衝撃でしたけどね、えー、いや悲しいですねはい。 やっぱりねあの俺の、えー、バンド人生の、えー、超初期に、ねえー、出てくるバンドですから、えー、本当にね影響とかも受けましたしね、えー、最初に、ねえーまあ、ありきたりですけど、まあ、ボーイから始まってまあ正確に言うと男混みですけど。<laughs> <laughs> まあそのくだりもだいぶ喋ってるんで皆さんご存知かと思うんですけどまあ男闘呼組でなんかギターを持って歌うっていうのはかっこいいなと思いながらそっからえーボーイを聞いてねバンドにどっぷりハマりえそれでその時出てた爆竹ね見てえーすごいあのド派手なえ衣装もそうなんですけどもやっぱりこう独特の世界観を作っていくっていうのね えー、すごい、えー、影響を受けましたねまあ一時バックチクを離れたこともあったんですけども、えー、独壇場ビューティーからね、えー、あれをたまたま PV かなんかで見てねめっちゃかっこいいなと思ってまたバックチクに戻ってきたと、えー、そっからずっと出るアルバムはね買ってましたしライブもね1回だいたい行ってました最近ちょっとここに3年で、ね、行けてなかったんですけどね っていうぐらい、えー、俺にしては珍しく、えー、追っかけていたバンドが爆竹だったんですけどもいや本当にね悲しいです。ゲンエロチカのねルカさんもねすぐに LINE、えー、をくれてねショックですねということでほ、まあ、本当に爆竹でつながった友達ですし何と言っていいのかねわからないです。 まあ、この動画が上がるときにはねいろんな続報出てるかもしれませんが、まあえー、ギターの、ね、今井が、えーまあ、ボーカルいなくなっても、えー、続けるよっていうふうにね、えー、インスタでねコメントしてましたいや本当にね続けてほしいと思います、まあ、誰が歌うんかってなるとねこれはすごい難しい問題だと思うんですけどねいや本当に 変わりがないボーカルですからねまあ誰かいまいてるメンバーが歌うんであればねみんな納得すると思うしちょっとよそからボーカル持ってくるとねやっぱり納得できない部分があるんじゃないかなと思います。もいっそのことねあの <laughs> この技術が発達した世の中ですからボーカルを、えーまあ、今まで今までねたくさん音源ありますからそっから <laughs>。 ボーカルを打ち込むという <laughs>、まあそういうことも、まあ、できるのはできる、技術的には可能だと思うんですけどね。えー、一体どうしていくんでしょうね。うん、全く見えないですけども。まあ、あのー、見守っていきたいなと、えー、応援を続けていきたいなと思います。本当にね、ここのとこ立て続けでね、えー、ショックでしたね。 えー、この間ついこの間ね鮎川誠さんがね亡くなったと思ったら今度は桜井敦いやーこれはもう今年はねショック偉大なアーティストが亡くなってしまった年だなとね思いますまあステージでね倒れてそのままっていうことですから、まあ、ある意味ステージでステージの上で死んだっていう ことだと思うんですけど、まあ、これはバンドマンにとってはいいことなのかなとも思います。ね、もう、ちょっと言葉にならないので、この辺にしておきますが、えー、悲しい、悲しいことが起こってしまったという動画でした。はい、それではまた、バイバイ。